HD4208 は彫刻室座の方角に約111光年の距離にある8等級の構成である。スペクトル型が G5V の太陽に似た黄色の主系列性で太陽より若干冷たく暗い。肉眼では見えないが双眼鏡や小さな望遠鏡で見ることができる。2001年結句望遠鏡による視線速度の測定から周囲を肯転する。 太陽系外惑星 HD4208B が発見された。2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの系外惑星系を命名する、機械を提供する IAU100NM ExeWorlds プロジェクトにおいて、HD4208 系はニカラグアに割り当てられる、惑星系となった。 このプロジェクトは国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つで、ニカラグア国内での選考、国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその主星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、 HD4208 はカサバルカ、HD4208B はエクセラタランと命名された。これらはニカラグアにある名の知られた水域のナワトルゴでの呼び名に由来する名前が付けられており、カサバルカはニカラグアにある中央アメリカ最大の湖、ニカラグア湖のナワトルゴでの故障に、エクセラタランは神の象徴及び動物の避難場所の象徴であったニカラグアで2番目に、 大きな湖、マナグア湖のナワトル語での故障に、それぞれちなんで名付けられた。ありがとうございます。